おはようございまっちょ。おーおーおー、フォルテです。なーでこんなにおーとかしてるかと言いますと、なななな、と10まで突破しました。イエーイ、ありがとうございまっちょ。皆さんお元気ですか？フォルテはものすごく絶好調でございまっちょ。本日は何の話かと申しますと、様々な重大報告がございます。皆様に言わないといけないことがたくさんございます。順番に話させていきたいなと思いまっちょ。まず皆さんに伝えたいことがあります。10万人ありがとうございまっちょ。たくさんの方がね、僕の YouTube を見てくださって、今トータル2000万再生以上されてるということでね、世の中に僕のことが知ってる人が結構ね、いらっしゃって、街中とか、まあ、東京に行った時とかよく話しかけられます。嬉しいです。ありがとうございました。で、皆さんに感謝の気持ちを歌わさせていただきます。ピアノ弾かんのかいて。そうです。歌です。10万人。ありがとう俺、みんなに感謝が止まらない、涙がこぼれるほど嬉しいよ、ありがとうね、ありがとうね、本当に本当にありがとうね。ありがとうございました。はい、というわけで重大報告をさせていただきます。まず一つ目は、なんと2月19日水曜日、おしゃべりムキムキコンサートIn Tokyo! やっちゃいます！イエーイ！なんと、3度目のおしゃべりムキムキコンサート、東京でやってみます！しかもなんと今回東京ということで、特別ゲスト！塩タン！イエーイ！なんと今回はね、塩タンを招いて、特別ゲストで、YouTube 上で発信して、バズってくださった、あの曲たちを演奏します。予定ではね、2曲ほど考えているんですが、皆さんぜひ来てください。時間については夜18時15分会場です。そっから45分間会場を眺める時間持って7時開演させていただきます。で、終演時間はだいたい8時15分から8時半までの間を予想しています。塩担当の面白いセッションや面白い音楽、そして僕の美しく響き渡るショパン調節技巧、感動のメロディー、ぜひ感じてみてください。そして超絶技巧、ぜひ見に来てくださいね。曲はショパンメインのプログラムとなっているので、また詳しくリンクの方でチェックしてみてください。今回は11月21日木曜日朝10時からチケットピアで販売させていただきます。また詳しくは Twitter、LINE、YouTube コミュニティ、インスタなどでね、SNS で報告させていただきますので、ぜひともチェックしてみてください。楽しく、元気に、寒い中ですが、バレンタインも近いということで、たくさん元気に会いましょうね。チョコ食べ過ぎて鼻血僕の演奏中に出さないでくださいね。はい、次行きましょう。二つ目のご報告。CD を制作することになりました。イエーイ！東京コンサートに間に合うかはわかりませんが、頑張って来月 CD をね、ショパンの CD を作りたいと思うので頑張ってみます。しかし一つ問題がございます。 CD をするためにたくさん練習しないといけません。ですので YouTube では練習の報告、ライブや練習動画が増えると思います。再生数回してくださいねという重大報告です。そして CD できた際にはきちんとご報告させていただきます。そして CD の制作過程もすべてお届けさせていただきます。ぜひチェックしてみてください。僕のおショパン様をね、聞いていただけたらなと思いまっちゃ。はい、続いて3つ目、12月21日セミナーをすると前お伝えさせていただいたんですけども、今回は東京でね、一応レッスンイベントをやろうと思ってるんですけども、11月21日土曜日16時から22時の枠、11月22日日曜日朝の9時から昼の12時まで、そして昼の1時から夜の7時までの、まあ、1時間ずつの単位でね、14枠ホームページにね作っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。
そんな感じでたくさんのご報告、皆さん一気に 言わせていただいたので多分パンクしたと思います。ですのでこの動画は100回は見直しましょう。ここまで見ていただきありがとうございます。まずはぜひ演奏会来週申し込んでくださいね。しおたんとみんなで盛り上げましょう。それではグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッと押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。